県民リポーターに地元の話題を伝えてもらうふるさとシェアのコーナーです。さて今日は、西会津町からリポートされ、していただきます。伝えてくれるのはこちらの方です。大出さんです。大出さんは西会津ケーブルテレビの所長を8年務め、現在は西会津観光交流協会に所属し、町の PR をされています。ではお呼びする前にまずはクイズです。今回西会津町を代表するお寺、鳥居観音を紹介していただくんですが、このお堂には見つけることができれば幸運が訪れると言われているある動物の彫刻があるんです。その動物とは一体何でしょうか。 A. 鶴、 B. 亀、 C. ウサギ、 D. 猿、はい、白鳥さんどれだと思いますか。私実は知ってるんですよ。あれ知ってるんですか。そしたらヒントは何かありますか。そうだな、はい、あれ、うん、そうだな、 いそうですよこの。あ、いそう、いそう、ここに本当にいそうなものですよね。なんかジェスチャーで、いそうな動物、いそうな、ウッキッキー、ウキウキしちゃう、ウキウキの場所ですよ、ね、そのヒントを参考にご回答お待ちしております。さあそれでは中継つないでみましょう。西会津町にいる大出さん、よろしくお願いします。はい、西会津町の県民リポーター大出です。今日の西会津町の天気ですが、先ほど、ちょっと雲が厚くなって、風も出てきたんですけれども、今日も一日、とても蒸し暑い、天気でした。いい天気です、はい。それでは、今日スタジオに白鳥さんいらっしゃると聞きましたけれども、はい、白鳥さん、はじめまして。はじめまして。西会津にはおいでになったことありますか。はい、お邪魔させてもらったことあります。あ、そうですか。だとするとこちら来られたことがあるかもしれませんけれども、はい、今日は、西会津のインターから、車で5分、日本遺産にも、なっている、会津の、コロリ山観音、鳥居観音からお伝えしたいと思います。鳥居観音は1200年前の、平安初期にブッド会津の祖徳一大師が会津の西方浄土として創建された会津屈指の観音霊場です。ということでここからは鳥居観音の副住職三留光善さんとお伝えしていきます。光善さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの鳥居観音という名前なんですけども、はい、その由来を教えてください。1200年以上前にですね、この辺に子供の授からないご夫婦がいらっしゃいまして、観音様がその二人に子供さんを授けまして、鳥や獣の被害で困ったんですけども、鳴子の綱っていう音がする、綱を、観音様引っ張りまして、鳥や獣を追っ払ってくれたかということから鳥居観音と名前がついた言われになっております。はい、はい。あとこちら見どころの一つとして、はい、この構造がね、はい、特徴的だということなんですけど、はい、教えてください。はい、鳥居観音のお堂400年以上経っておるんですけど、構造が日本で一つしかない、変わった構造をしておるんです。はい、それは何かっていうと、皆さん大出さんこちらから入ってきていただいたんですけど、はい、普通のお寺っていうのは仏様が普通はどちらにいらっしゃると思います。正面ですよね。ですよね、はい、なのに観音様横を向いている形になっておりまして、普通はこちらでお参りをしていただいて終わったら仁王門の方に帰っていく、帰ってきた方に帰っていく、そうですね、作りなんですけども、実は鳥居館の入り口と出口が違いまして、横から入って横向いてお参りをしていただいたら、あちらが出口という作りになっているんですね。はい、これはなぜかというと、方角でして皆さんが入ってこられた方は東でございまして、抜けていただくこちらは西なんですけども、じゃあなぜ西に抜けるか、西の彼方に何があるかご存知でしょうか。極楽ですか。すごいよく知ってらっしゃいますね。まさか来たわけじゃない、はい、極楽浄土です、はい、正解です、はい、それは極楽浄土なんですけど、ここにいらっしゃる鳥居観音様、はい、正式に言いますと小観音という観音様でして、うん、はい、まあ、小観音様というのはその、まあ、西方極楽の世界は阿弥陀如来様が住んでらっしゃるんですけど、その極楽の世界、阿弥陀さんのお蕎麦付けをしてますから、はい、私たちが亡くなった時に地獄に連れていくんではなくて極楽浄土で導くという作りになっております。はい、ありがとうございます、はい、で次ですけども、ね、さっきクイズにもなってますけども、はい、こちらには動物の彫刻があるということなんですが、はいはい、どんな彫刻なんでしょう。では正解を申し上げます、はい、こちらでございます。猿、猿、はい、猿、変わったちょっと変わった猿でして、はい、隠れ三猿と言います。隠れ三猿、どんな猿ですか。
まあ、3匹の猿っていうと2個思い出すと思うんですけど、はい、2個のお猿さんは全部がこう3体くっつかってまして、はいはい、分かりやすいんですけど、ここのお猿さんちょっと変わってるのは隠れ猿と申しまして、はい、1匹が隠れてまして、はい、言われが全然違います、はい、じゃあ1匹目から教えてください、はい、では教えていきます。じゃあこちらに隠れてるんですね、はい、探さなきゃいけないんですよね。はい、この辺にまず1匹目が隠れているんですけど、はい、お分かりになるでしょうか。顔が見えます。分かりますかね、はいはいはい、この1匹目を言われを申し上げますと、はい、あの、はい、災難より隠れ猿と申します。はい、でなんでかっていうと鳥鷹なんですけど、はい、鷹を災難に見立ててまして、はい、一生懸命その鷹から猿が隠れているまず、はい、も枝の陰に、そうですね、隠れてますね。これがまず1匹目、災難より隠れ猿、はい、では2匹目に行きたいと思います。はい、はい、次は、はい、こうよく見ないと見つからないですね、これ2匹目が隠れているんですけども、見えますでしょうか。あー、わかりました。見えました、はい、これが一番簡単なんですけど、そうだね、これは2匹目の言われを申しますと、うん、災難を逃れ猿と、うん、こうなりました、ね、でなぜかというと1匹目は、鷹が猿を狙っていて、うん、あの襲われているんですけども、うん、こちらはもう鷹が全然 ね、見つかってないですね、はい、見つかって全然違う方も行って、うん、これでなんとか災難を逃れた状態になっている、うん、はい、隠れざる逃れざる物語になってます。なるほど、はい、では3匹目、もう1匹目、うん、これが一番難しいのでできればあまり教えたくないんですけど、はい、教えたくない、探していただきたいと思いますが、はい、どこにいるんですか。この辺に隠れてるんですけど見えますでしょうか。あー、なんか感じ分かります。はい、あそこだ多分、3匹目の言われを申しますと、はい、安楽に暮らしざるとこういうふうになりました。はい、できれば皆さん来て探してください。はい、はい、はい、じゃあそれじゃあ最後のスポットなんですけど、あの素敵なビュースポットがあるんですが、これはぜひ行って皆さんね確かめてみてください。あの辺りにいると素晴らしいビュースポットがありまして、はい、それは何かというと、はい、西会津町すごくあの飯豊連峰がすごく綺麗に見えるところなんですけども、はい、わあ綺麗だね。うん、あちらに、ね、お墓がございますけども、はい、うちの住職の檀家さんのためお参りに来た方々仏様のために、うん、はい、できれば景色を良くしたいということで、はい、杉林全部、切りまして、はい、すごく景色のいい状態に しました。なるほど、もう本当にすごい綺麗なのでぜひ、皆さんも見に来てください。はい、はい、とても素敵なところを案内していただきました。副住職どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、これからは、この近所に、2軒の蕎麦屋さんあるんですけども、仁王茶屋さん、観音茶屋さんと2軒あるんですが、はい、今日は仁王茶屋さんにお邪魔したいと思います。仁王茶屋さん、はい、こんにちは。近くに、うん、目の前ですね。はい、こちら、仁王茶屋の、ご主人と、奥様です。よろしくお願いします。はい、じゃどうぞお待たせします。自己紹介お願いします。はい、はい、どうぞご紹介です。ちょっとケーブルが立っていましたかね。大沼社長です。はい、ゆっくり大丈夫ですよ。はい、うん、いいですか。大丈夫です。はい、大丈夫ですよ。はい、今日の、はいはい、おすすめは、はい、あのお蕎麦のこだわりを教えてください。はい、自己なし 100% です。つなぎは一切使っておりません。手打ち蕎麦です。うわ、美味しそうですね。うん、はい、で、あの奥さん、料理のこだわり、はい、お願いします。はい、はい、西会津のミネラル野菜を、天ぷらにしまして、うん、それをセットにしたざるそばです。750円です。あ、安い。はい、はい、あのお客様が結構召し上がってくださってありがたいです。はい、いただきます。はい、どうぞお願いします。なんか手打ちの感じがいいね。はい、熱いところですね。最高のざるそばです。はい、どうぞ。今日は辛いな。あー、美味しいです。そばの本当の美味しさをね、あの味わうにはざるそばが一番、うん、はい、そうですよね、どんどん喋っていってください。はい、いただきます。美味しいと思います。喉越し良さそうですね。夏にぴったりですね。ごやかな、あれは。はい、完成。あれ、野菜も美味しいです。野菜、はい、どうぞ。ミネラル野菜です。西会津の、はい、美味しいからね。それでは皆さん、トリューカンヌにおいての際は、はい、ミオサーチャー屋さん、お蕎麦食べに来てください。ありがとうございます。美味しそうです。
はいね、最後は美味しいお蕎麦でお別れでしたけれども、いかがでしたか白鳥さん。いやあのいいお堂ですよねあそこね、うん、そうですね、最後のお猿さんで、ね、みんな見つけられないっていうのよ。そうなんですか、分かんなかったね今日もね、はい、ぜひね皆さんちょっと今日場所分からなかったので、はい、実際に足を運んで見つけてみてください、はい、そしてねお蕎麦も目の前ですので楽しんでみてください。そしてクイズの答えです。答えは D の猿ということで 51% の方が正解でした。ご回答ありがとうございました。